イメージした A3002 号ファッションベッド。2018年3月にデビューいたしました。お茶をイメージした A3003 号ナチュラルグリーン。みかんをイメージした A3004 号ブリリアントオレンジイエロー。2018年3月にデビューしました。駿河湾をイメージした A3005 号エレガントブルー。そして本日運行しております A3006 号創立100周年記念ラッピング作業でございます。そして本年デビューする桜エビをイメージした A3007 号プリティピンク。おわさびをイメージしました A3008 号フレッシュグリーンでございます。この2編成は先週水曜日から土曜日にかけまして横浜の金の工場より運ばれてきました。その時の様子がこちらです。 A3007 号A3008 号はこのように連結をして F 字まで来た後それぞれトレーラーに積まれて23日木曜日のメディア3月7日土曜日に A3007 号 A3008 号そろって運行を開始いたします。運行開始までの間は皆様を安全に輸送できるよう各種試験を行ってまいりますのでぜひ3月7日のデビューをお楽しみにしていただければと思います。そしてこの2編成導入により全型車両の2両が引退を迎えることとなります。その引退車両1編成目は1001号です。こちらの1001号は昭和48年から47年間にわたり運行を開始してまいりました。皆様親しまれた1001号は来年の3月7日に引退を迎える予定でございます。続いて引退車両2編成目は1006号です。こちらの1006号は昭和51年から44年間にわたり運行を開始してまいりました。こちらの1006号も3月7日に引退を迎える予定でございます。1001号、1006号の引退日にはさよならイベントも予定しております。また A3007 号、A3008 号の運行開始日にもある3月7日には A3007 号、A3008 号運行開始イベントも予定しております。各種詳細につきましては今後ホームページ等でご案内させていただきますが、どちらも皆様にお楽しみいただけるようなイベントを予定しておりますので今しばらくお待ちくださいませ。それではこれより A3000 系車両の外観撮影の時間とさせていただきます。